さあ始めていきましょう。信長の野望波動ということで、今回は意外とわからない武将のボイスで武将名を当てていこうクイズです。イエーイ。それではやっていきましょう。はい、というわけでね、今回はね、ちょっといつもと違った角度からね、動画をお届けできればかなと思っております。そのままですね、武将名を聞いて、武将のボイスを聞いて、武将名を当てていこうということでね、意外とこれ全体チャットとかで盛り上がったんで、ちょっとみんなね、やってほしいなと思って今回で企画しました。はい、このゲームね、ネタが尽きないですね。面白いですね。はい、私半分京都人でございます。お察しください。というわけでね、今回ね、独断でちょっとね、レベル1からレベル5までね、武将考えてきました。ちょっとね、まずレベル1の前にですね、普段ね、武将がどれだけボイスを喋ってるのか、ちょっと見ていきましょうか。例えばこの辺に族とか、いますね。はい、レベル5ちょうどいいね。こうやってね、族狩りとかするときに、じゃあ織田信長さんね、噛んでないよ、出すと、立てつく者の口は塞ぐのみ。はい、これはほぼ確定かな。立てつく者の口は塞ぐのみ。多分ね、毎回言ってるんじゃないかなと思いますね。で、敵倒すと多分ね、帰還するぞとか言ってる気がするんで、ちょっとね、戦闘シーンまで、カットしていきましょうか。わしにも勝る大うつけどもよ。はい、戦闘開始しましたね。わしにも勝る大うつけどもよということでね、研鑽を怠った結果だ。はい、倒した時のコメントと、こたびはここまでだ。そうだ、帰還の時はさ、こたびはここまでだって言って帰ってくるね。はい、結構ね、族狩り一つとっても武将喋ってるんですよね。特にやっぱり大将に持ってると喋ってるんじゃないかなっていう気がしております。なので今回ねちょっとね、大将にしてるしてないとかもあるかもしれませんが、ちょっと一回ね、実験的にこういった、ボイスを聞いて武将名を当てていこうクイズね、ちょっとやっていこうかなと思っております。はい、というわけでね、まずレベル1いきたいと思います。皆さんね、よく聞いてくださいね。いきますよ。すんなり落としてやったわい。これは分かりやすいかもしれませんね。もう一個いきましょう。夢のためなら何でも戦闘。ここで分かった方も多いんじゃないかな。これ多分ね、戦法発動した時に、流れるボイスかなと思いますね。もう一個いきましょうか。悪夢じゃやってしもうた。これよく聞くな。悪夢じゃよく聞くな。甲状腺とかでね、多分壊滅した時によく聞くんでしょうね。はい、というわけで、ね、正解はこちらの方でございます。夢のためなら何でも戦闘ということで、羽柴秀吉でございました。どうです？意外となんかボイスだけだと、わかるわかんないとかあるんじゃないかななんて思います。結構ね、これね、私がいるサーバーで全体チャットでね、盛り上がったりしたんで、面白いんじゃないかなと今思っております。夜中ね、今ね12時半ということでね、ちょっとね、お察しください、その辺もね。はい。続きまして、レベル2いきましょうか。はい、レベル2いきたいと思います。運は天にあり、我に続け。どうでしょうか。使ってる方だったらすぐピンとくるのかな。もう一個いきましょう。眼前の戦に集中せよ。最後もう一個いきましょうか。運は天にあり、我に続け。はい、どうでしょうか。押してるボイスがね、ランダムなので、もしかしたら聞いたことないボイスばっかだったっていう方もいるかもしれませんね。ちなみに私も大将に使っておりませんので、わかりませんでした。牙の大将でよく使う武将といったら、ね、ピンとくる方も多いんじゃないでしょうか。正解はこちらの方でございます。邪法を破り、正道を表さん。はい、ということで、上杉謙信でございました。まあね、足軽騎馬 S でございます。新将という技能を持ってましてね、大将向きというところ。何も戦法が強いですよね。敵3部隊に武勇 300% 攻撃という結構チート的な能力をね、持ってるシーズン1からの武将でございますんで、まあ騎馬の大将に使ってる方も多いんじゃないかなと推測します。はい、そんな上杉謙信さん、レベル2でございました。どうです？分かった方いるかな？分かんなかった方もいるかなって感じですけど、ね、なかなかね、自分が大将に使ってる使ってないでも分かる分かんないあるかもしれませんね。続きましてレベル3いきましょう。はい、レベル3いきたいと思います。父ならばいかに攻めるだろうか。おう、父ならばということは息子ですね。もう一個いきましょう。城攻めの策、父に教わったものにて。ここまでだと分かる分かんないあるね、多分ね。もう一個いきましょうか。毛利第三の矢、地にてお支えせん。
これはほぼ答えですね。はい、毛利第三の矢ということでね、まあ、歴史好きの方であればなんとなくピンときた方も多いんじゃないでしょうか。じゃあ正解はね、見ていきましょうか。正解はこちらの方です。三氏の教えを胸に。はい、三氏の教えということでね、三本の矢でおなじみ小早川隆景さんでございます。まあ、毛利元就の三男ですね。小早川隆景さんということで、弓が S のね、武将でございます。シーズン1、シーズン2とね、結構イベントで手に入る武将だったんでね、まあ、小生ラックス、マックスとかいう方も多いんじゃないかな。無課金の方でもね、マックスできた方も多いんじゃないかなと推測はいたしますが、はい、まあ、戦法の方もね、戦法の方ね、これ攻撃的な戦法がもっとあるとね、対象に持ってきやすいんだけどね、なかなか副将に置く人も多いかなっていう気もしますね。はい、まあ、技能とか自体はそんなにね、悪いもんじゃないんでね。対象の方もいるとは思うんですが、なかなかね、ここ攻撃的な戦法が1個あったらね、だいぶ勝率変わるかなと思うんですけど、はい、そんなね、小早川隆景さん、レベル3でございました。はい、ということで、レベル4いきたいと思います。よくお聞きください。いきますよ。さて、帰るか。おお、この一言で結構わかるかな。つまんねえ敵だな。あー、はいはいはい、私ね、シーズン2は使っておりました。鉄砲でよく使う対象ですね。最後行きましょう。ふざけてる？戦など真面目にしちゃダメさどうかな、分かった分かんない多いかなと思いますがね。さあ、答えはこの方でございます。行きますよ。まんまガキのいたずらだが、これが一番効くのさ。はい、ということでね、シーズン2で出てきました鈴木茂樹で最下の孫一さんですね、となっておりますと、はい、この方ね、鉄砲の大将で使わない方だったら分かる分かんないあるかもしれませんがね、はい、ヤタガラスということでね、結構強いね、戦法を持ってるんですよね。味方三部隊の威力を類化とかね、持ってますんでね。鉄砲部隊でね、揃える方はね、対象にする方も多いんじゃないかなとは思います。あとは、遠射とかで、ね、この射程距離上げたりとか、王政自身が対象の場合ね、兵力 50% 以上で攻撃、防御、武勇が 15% 上がりますよ、なんていう、結構ね、対象向き、鉄砲の対象向きかなという武将ですね。あと、牙で使えんのかな、私は使ってませんが、なんか牙の対象で使ってる人も見たこともあるような内容なって感じですね。理論的には使えるかなと思いますね。牙 A でございますし、なかなか強いんじゃないかなっていう気もするんでね。はい、そんなね、鈴木茂秀さんがレベル4でございました。最後レベル5いきましょう。レベル5はね、ちょっと私すごい難しい武将持ってきました。これ分かりそうでみんな分かんないんじゃないかなということでね、やっていきたいと思います。はい、ということで、ね、最後レベル5いきたいと思います。これは難しいんじゃないかな。いきますよ。一生は一生、それだけのことにて聞いたことないな。もう一個いきましょう。承知いたした。あー、ここはあるかもしんないな。最後行きましょう。新たなる金目録、共に作らぬか。金目録出てきましたね。はい、ちなみにこのボイスはランダムなんでね何が出てくるか分かりません。結構こういう名称言ったりするね、武将も多いんでね。あー、今たまたま出てこなかったんですが、まあ、金目録といったらね、今川金目録でございますね。正解はこちら。一つの面から事物を捉えぬことじゃ。戦法はあんま聞いたことねえや大将使ってる方もまあいるんじゃないかな。弓の大将使ってる方はね、ちょこちょこ見る気がします。正解ね、大義節斎さんでございました。この人さ、レパートリーめちゃくちゃ多いんだよね、ボイスのね。聞いてみようか。どこで謝った壊滅した時かな。城攻めはお任せあれ。あー、門に行く時かな。さて、お互いなんて先まで読めるか。はい、ガキども、こんな感じでね、あ、なんか全体チャットでもちょっと話題に なったというか、私は勝手に話題したんですけどねあの大元節斎のボイスめちゃくちゃレパートリー多いんですよ。なんか皆さんよかったらここ押してみてください。はい、あの強化の画面からここ押して、こうね、学問は続けてこそ身につくもの、はい、身につくものということでね。でもう押せますし、人材の持ってない方だったらね、人材の登場部署のね、ところからもこうやってね押して、列伝のところからね聞けたりします。守りとは一種攻めの形でもある、はい、今押しててもね思いますけど、やっぱり被ってないですよね。なるほど、彼の血は要所ゆえ。こいつどんだけ喋んの新たなる金目録、
共に作らぬか。はい、作らぬかということでね、最後レベル5が会議で切磋さんでございました。はい、ということでね、最後もう一個行きましょうか。レベル6行きましょうか。ね、インペルダウンで言ったらね、もう、危険のエースがいるようなとこですね。はい、ドフラミンゴがいるところでございますが。さあ行きましょう。最後レベル6。うんと難しいで行きたいと思いますよ。誰も大将に使ったことないような武将行きたいかなと思います。お待ちくださいね。はい、レベル6行きたいと思います。行きましょう。私も初めて聞きます。お主の佇まい、気に食わんぞ。あ、わかる俺これ。大将に使ったことあるわ、そういえばネタで。はい、ネタで大将にするような武将でございます。もう一回行きましょう。お主らなど恐るるに足らん。あ、特徴出てますね。最後もう一回行きましょうか。はよついてこい、置いていくぞ。もう二個くらい行こうか。お主らなど恐るるに足らん。最後行きます。はい、いやはいちゃうわ。最後もう一個行きましょう。実に晴れやかな気分でございます。はい、というわけでね、ここまで聞いても分かんない方はもうほとんどじゃないでしょうか。いきましょう。答えはじゃん、小早川秀明さんでございます。イエーイ。ちなみに私は、小生楽マックスにしております。理由はありません。ネタでマックスにするっていうね、なんて動線の無駄遣いだったんだとね、今では後悔しておりますが。この人はあれなんだね、先方でボイス喋んないのかな。なんか、ね、SSR とかだとね、ここにね、ボイスの、再生マークが出てきまして、ね、喋ってくれるんですが、こうやってね、お主の見立て、覆してやろう。あれ喋んないのかな。ちょっと出してもいいかな、最後。準備してきますね。はい、ということでできました。僕が考えたね、小早川秀明最強編成ということで、いや、嘘です。適当に組みました。はい、ということでね、これを続回出してって、先方、引けんのかな。そもそも倒せんのかな。先方1回ぐらい出るぐらいの属30弱いかな。どっちが弱い、こっちが弱い、優勢か。もうちょっと強い部署出せるのかな。じゃあもうちょっと強い部隊に出したらどうなる。互角、この辺でいきましょうか。はい、最後でちょっとね、小早川秀明君がね、ついてこい、置いていくぞ。聞いたことねえよ。さあ最後で小早川秀明ボイスを皆さんは堪能していきましょうということでね、ちょっとね、続狩り、スタートするまで待っていきましょうか。はい、というわけでね、スタートしますよ。よりも珍しいで、小早川秀明大将のね、続狩りです。お主らなど恐るるに。聞いたことねえな、やっぱりな。いやー、小早川さん、先方打つときなんて言うんだろうね、ちょっと気になるね。ここのね、強化のところですね。はい、編成からここのボイスではないんですよね。ちょっと聞いていきましょうか。そろそろ打つかな、先方。我が力見くびるな。我が力見くびるなということでね、全然食らっとない。これは時間かかんな。3連鎖決まったけどね。はい、そして、ね、個人的な、まあ、意見というかね、持論でございますがね、大将はね、閉会 S で小生楽重なってて、先方が強い武将をね、大将に持ってくるべきかな。副将はね、連鎖率が 30% 以上ある武将がね、いいんじゃないかなと、個人的にはね、思っております。まあ、あとはね、なるべくね、同士打ちとかね、つくような、武将とかを副将に持ってきたりしますね。はい、そんな感じで余談でございましたが、最後、小早川秀明さんが、続行倒した時に何て言いますか？勝利のビシュとシャレコモーゾ。勝っちゃった。ちょっと待って、もう一回先方聞きたい。帰らない、帰らない。もう一回やろう、もう一回。はい。ね。小早川さん、もう一回行こう。はい、もう一回関ヶ原です。はい。関ヶ原リターンということでね。やっていきましょう。これで先方ゲージ溜まってるけど、そっか、俗にまた当たったら先方ゲージ溜め直しね。じゃあ聞こえないね。これ余談ですけどね、ここ先方ね、オンオフできるんですよね。はい。いつ使うんでしょうか？あんまり使ったことないですね。まあ、領土戦とかでなんかね、ちょっと遅延して取りたいなーって時とかは、こう、このね、先方を切ってね、調整したりすることも、まあ、たまーにありますけどね、ほぼ使わないですね、このアイコンはね。ということで、2回目のね、小早川秀明さんのね、先方聞けますかね。はい、連鎖率も結構いい感じで組んできましたよ。どうですか？お主らの驚く顔、良い魚になろう。だそうですね、はい。全然面白くなかったね、最後ね。小早川秀明さんね、なかなかいいあれですよね、張ってますよね。なんかシーズン3出てこないかな、小早川秀明 SSR ね、キバ S で。うん、焼き増しでいいから俺小早川秀明は欲しいな。ちなみにね、この人はね、小早川高影の養子なんですよね。息子じゃないんですよね。はい、すごい余談でございますが、
そう、木下定家っていうね、豊臣家の親戚っていうかな、の甥っ子だったかな、なんか、そんな感じ、秀吉の甥っ子だったかな、なんか、だったかなっていう気がしますね。そこで小早川隆景の養子になったというね、武将でございましてね。本来はね、毛利輝元と言いまして、まあ、毛利家を乗っ取るためにね、なんかね、送り込んだみたいな説もあるんですけど、それをね、小早川隆景がね、じゃあうちが引き取るわっつって、泣く泣くね、あんまりなんかもともといい評判聞かなかったけど、引き取って、毛利家をね、守るために引き取ったという話を、なんか聞いたことがあるようなないようなということでね、はい、信じるはあなた次第というところでございます。私ね、今衰弱6時間4分ということでね、はい、もうシーズン3ね、始まって2週間ぐらいでございますが、まあ、ほぼほぼ形成決着ですねいやー、こっからなんか、なんかないのかね、逆転措置というかね、救済措置というか。私ね、上杉家で遊んでますんでね、なんか欲しいなというところですね、もうそろそろね。はい、帰還した時は喋んねえはい、というわけでね、今回ここまでしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。この動画で生き抜きになりましたら、ぜひね、高評価、チャンネル登録の方をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。